こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は、栗に矛先を増すです。語句の中に鋭い切先がある、用心しなさいという意味です。いわば、綿に針を包む、綿に針あり、油断はならぬということを表します。それでは今から、栗に矛先を増すを書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。